昨日夜、車両が脱線した鹿児島市電は朝までに復旧作業が終了し、今日は始発から通常運行を再開しました。脱線の原因は運転士の信号の見落としとみられています。鹿児島市交通局によりますと、昨日午後7時20分ごろ、鹿児島市の郡本南側電停付近で谷山発鹿児島駅前行きの市電が脱線しました。谷山電停を出発した市電は、本来ですとこのまま直進して汽車場方向へと向かうんですが、なぜか左のレールに進んで止まっています。市電の乗員乗客合わせて26人に怪我はありませんでした。この影響で市電は郡本電停から谷山電停の間で終電まで運転見合わせとなり、乗客は臨時の代替バスで移動しました。全部初めてですね。なんか行ったら必ず、来るもんだと思っていつも利用してたんで、事故ってのはいつでも起きるものだと思ってるんで、それが起きた時のなんか対応をちゃんとしてくれたから別に。復旧作業は今日午前4時半ごろに完了し、午前6時の始発から通常通り運行を再開しました。事故現場は市電の行き先が分かれる分岐点で、線路を切り替える装置が設置されている場所です。郡本電停を出た電車はあちらの信号を見落としたとみられています。鹿児島市交通局は脱線の原因について、運転士が信号を見落とし発進したため、走行中に線路が切り替わり車輪が脱線したとしています。運転士は51歳の男性で、市電の運転の経験は5ヶ月だったということです。鹿児島市電では先月26日にも高見橋電停付近で車両が故障して一時運行が停止するトラブルが発生していて、利用者からは安全を求める声が聞かれました。やっぱり不安です。運転手の方にやっぱり気をつけてもらいたいですね。免許をしっかりしてもらえれば大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね。